突如としてアーリーリタイアを宣言する義神と暗鬼。彼らが余生の移住地に選んだのは雛見沢村。美しき自然に囲まれたその村は、しかし毎年一人が死に一人が消える不可解な事件が起きていた。事件を恐れた義神と暗鬼は移住先の安全を確保するべく、キャラクターズに事件の調査を命じる。雛見沢に派遣されたのはピノキオとアラジン。事件の調査を進める彼らを惨劇が襲う。日暮らしの泣く頃にシノアリスコラボ8月25日開催。